満点パパですね。お見事。さあドラは2品。あ、いいじゃない。いいですね。よく下地見える。みんないい、いいね。いや、ハイパイみんないいんですよ、今日。はい。おかしいぐらいいいね。ちょっと、それでもペイから切るんだね。かなり攻撃的なカヤモリといった印象ですね。攻撃的ですね。はい。ドラ。この曲の秋はまっすぐ行くだろうな。なるほど。今期キーマンに指名されている二階堂秋。スーソーですって。ハヤモリ。はあ。スーソーちゃんと。いや、なんでペイから切ったんだろう。いきなりスーソーとか。あ、目立つか。あれ何かこの人やってるわねと。なるほど。あそこでペイ一枚打つことによって。ちょっと違うもんね。うん、印象全然変わりますよ。これだってちゃんとに別に見えないですから。なるほど。こういう風に打つ人いたんですよね。沢崎ですよ。本当だ。うん。沢崎はね、第一打がいつも同じなんですよね。二打目から返ってくるんですよね。ああ。いや。これは一枚だから特に問題なく自信で戻してゲーム再開。これは普通の手か。二人並んでるんだ、かやもり秋。ライバル同盟ですかね。2万500で。ちょっとどうなるんだろうこれ、秋の手。まあドラ切り自殺の構えでいければ気は楽ですが。まあそれは切るつもりでしょうね。3品引けりゃもう最高ですけど。まあもう3色なくとも何がなくとも大丈夫。3品くればね、はい、何の問題もないんだけど。3品こっちに来た。これね、サブローピンっていう受けなんですけど、どうしましょう。ジャンと欲しいんですよね。急速切るんじゃない。あら、おストレート。パンパーソーとかも OK ですか。じゃあへドラーカーあれば5-2、まあ、打点十分。ウソスーソー重なりもリーチいっちゃおうかなと。まあスーソーだとね、観浪層の単葉にもできますけど。これは不採用ですね。天敗だ。リーチ行くほどの5200。闇ですね。リーチ行くほどの街じゃないもんね。単野をドラーか天敗です。さあ3層引いて2面使完成が優ですが、めちゃくちゃ広げてるという感じはありません。このままひょっこり積もったら本田大きいぞ。いや薄いもんね。うわこれね難しい。これ引いたらちょっと嫌だなと思ってたぐらい。いやこれリャンウピンしますか。これリャンウピンしちゃうとねないんですよほとんど。リーチまで行きました。もうどうせ難しい街なら1枚と。そうウーピンが2枚です。2枚あるじゃん。2枚高いこれ。倍満、ね、倍満ですね。はい。メンタンピンツモイーペーコードラドラ赤積もれば倍満スタート。4000-8000。強烈です、ね、強烈。ウーピン2枚。どうよ2万。スッチーソーのタンヤをイーペーコードラドラ闇天なんてどうですか。マンガンですよ。田舎帰った方がいいよね。それやるなら荷物まとめてないです。ヤンピンで闇はどうですかって言うならまだ。スッチーソーの闇天どうですか。赤ウーピンポッと捨ててタンヤオイペイコドラドラ8000点もありますよ。8000点ですよ。え、日吉の田舎どこ。僕はあのブラジルドームです。危ない。危なくないから。危なくないね。秋だもん。はい。7万じゃない。やめですか。うん。あ、3層ワンチャンスか。あ、3層ワンチャンスで行こうとしたの。3層切って3品引いた時は勝負とか。ああ、それはありますね。数層切るよりは3層だもんね。でも3品にかけて3層切る手なの私という自問自答ですねこれ。一つぐらいいっちゃおうかしら。7番打つもありますよ。いった。秋の推しは寒いんだよな。
さ寒いね、寒が来ちゃったよっていう感じしますよね。これなんですか、これイーシャンテンなんですよね。あ、サンマンパーピーのシャンポンとイスマン、はい、ウーピン減ってないですよね。バイマン怖いですね。ノーチャンス。いや、昨年 MVP にほんのわずかに届かなかったのがこのホンダ。昨年はこういう険しい場面でひょいひょいと上がりを、持ってきていました。今シーズンはどうだ。なんか本人は出来すぎだ、はい、去年がね、昨シーズンが出来すぎだって言ってますけど、はい、そうは思えないですよね。どういう印象ですか。いや、実力通り。なるほど、その力がついてきた卵の、そうそうそう。さあどうだ。ホンダは昨シーズン、28戦で、あ、手前、うん、9万短期。ほう、役はないですか。役なし。ひょっこりつもが、え、嘘、ある、9万2山、あ、本当だ、ローピン貫通、9ピンが通ってますね。3ピンも通ってる。もう攻めるなら勘だよね。勘だ。あ、攻めた。いいピン切る気があるってことですよね、秋は。これいいピンとか数層引いちゃったらどうするんですか。うわ、3ピン、3ピンなくなっちゃった。あ、じゃあ3ピン引かない。うん、引かない。ただロー9番引いたら9番引ける、引ける引けるじゃないですか。はい。あ、そしたらいいピン勝負するかもね、秋。ちょっと待ってください、いいピン引いたらどうするんですか。あるの。ありますよ、1枚で数層はない。これいいピン引いちゃったらどうするんすか。これも通るね。あ、ドラかシンドラだけど中筋なんですよね。通りそうだけど打ったら事故になる。いや、チーソー現物貫禄ないんで、貫禄ないんで。でね、パーソーが3枚切れてます。チーソー切り硬いね。さあウピン、どうだ。いた、うわ、やばい。今裏乗りましたよ、これ。これ裏裏次第では1枚じゃバイマン止まりだ。これ裏ドラがもし2枚乗ってきたらトリプルでしたよ、ね、リーチ、ツモ、タンヤオ、ピンフ、イーペーコ、ドラドラ、ドラ赤、裏か、そうそう、はい、10番のあれですね。リーチ、ツモ、タンヤオ、ピンフ、イーペーコ、ドラドラ、ドラ赤、裏、10番プリンス。さすがです。ただでは倒れない本田智弘。いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。また、この曲が見たい等のリクエストもお待ちしております。それでは、また次の動画でお会いしましょう。